さあ行くぞ。ある日、オカの元に一通の手紙が届きました。その手紙はフランスの大数学者アンリ・カルタンからの招待状でした。オカはそれを一目見て、カルタンに俺の数学がわかるかと言って、その手紙をゴミ箱に投げ捨てたのでした。アメリカでは入試や就職の時に推薦状がとても重要視されます。しかしアメリカの推薦状は日本と違い、やたらめったら褒めるだけではなく、欠点があればはっきり述べ、ダメなところはダメとはっきり言うことが要求されます。なので本当に推薦したいと思う人でない場合は推薦状を書くのを断ることが普通です。そういう意味でベイユはほとんど推薦状を書くことがありませんでした。ところがある日、ベイユが非常に若い優秀な数学者のために推薦状を書いたということが話題になりました。その推薦状には次の一行だけが書かれていました。整数は神が作りたもうだが、他の数は全て人間が作ったものであるというのはクロネッカーの言葉ですが、彼は解析において使われるものは全て整数に由来せねばならないと考えていました。彼にとって1、2、3という整数のみが実在するのであり、他の数は人間による創造主に対する不敬な試みだったのです。リンデマンという数学者が π が超越数であることを証明することに成功しました。そのことについてクロネッカーはリンデマンにこう言いました。あなたの π の超越性の研究は大変素晴らしいが、無理数など存在しないのに一体どうしてそのような問題を研究するのですか。ちなみに彼はその数々の業績の中で無理数などの整数以外の数は一切使わなかったのでしょうか。最後の万能数学者とも言われるフランス人数学者アンリ・ポアンカレは彼についてこう語っています。クロネッカーはしばしば自分の数学的哲学を忘れたために多くの素晴らしい数学を作り上げた。今回は以上です。ご視聴いただきありがとうございました。